はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのバコキタさんです。まずはじめに、この動画は以前投稿した村山愛介の史実のモデルの改訂版となります。以前の動画では笠置静子との出会いと馴れ初めのチャプターで訂正箇所が多かったため、その部分だけを訂正させていただいています。鈴子にとって大変重要な人物となっていき、そして今思い返せば、あの大ヒット曲誕生のきっかけともなった村山愛介の史実のモデルについて紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今回の動画長めになっておりますので、まず目次から紹介していきたいと思います。ざっとこのような感じですね。興味深いのは2番目の愛介の史実のモデル、特に出自の部分ですね。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、そして6番目の大ヒット曲誕生秘話ですね。ある逆境があの大ヒット曲を誕生させることにつながっていく、このドラマで最も感動するエピソードへとつながっていくと思われます。時間がない方は概要欄の目次から気になった部分を見ていただければと思います。ドラマで村山愛介役を演じていらっしゃるのは、朝ドラ初出演となる水上恒司さんです。あれと思われた方多くいらっしゃるかもしれませんね。なぜなら水上恒司さん、2022年8月まで岡田健志名義で活動されていらっしゃいました。ドラマの中での村山愛介の描き方ですが、大阪にある日本随一の園芸会社村山工業の御曹司、鈴子の大ファンだが、やがてお互いに惹かれ合っていく、さまざまな逆境を2人で乗り越え、鈴子の人生に大きな影響を与える運命の相手ということで、鈴子の最愛の人となっていきます。さて、村山愛介の史実のモデルとなった人物はどのような人物なのでしょうか。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、村山愛介の史実のモデルとなった人物は吉本興業の創業者の次男、吉本英介と考えられます。この英介の英、非常に難しい漢字ですよね。英介は1923年10月生まれ。父は吉本吉兵衛、母は吉本姓で、吉本興業の創業者の次男として生まれます。しかし英介が生まれる前に長男安之助が創生し、父吉兵衛も英介が2歳の頃に逝去しています。このため父亡き後、吉本姓が吉本興業を日本を代表する工業会社へと成長させていきます。姓は英介を吉本興業の後継者として期待しており、英介は上京し早稲田大学に進学します。ドラマの村山興業は吉本興業を描いているということですね。それでは、吉本英介はどのようにして笠置静子と出会ったのでしょうか。笠置静子との出会いと馴れ初めですが、このチャプターで青くマーカーを引いた部分が改訂箇所となっています。笠置静子と英介が出会ったのは太平洋戦争の真っ只中の1943年昭和18年の6月です。当時の英介はまだ早稲田大学の大学生で19歳、静子はスイングの女王と呼ばれすでにスターとなっていましたが、戦時中はジャズが適正音楽と呼ばれ制限を受けていたので、地方巡業や工場の慰問活動をしていました。笠置静子が名古屋で興行を行っていた時、楽屋で見かけたのが吉本英介でした。その時英介は静子に声をかけることができずに去ったようですね。恥ずかしかったのでしょうか。その後、吉本の会計係、
市田昇の紹介で、うちのボンがファンだというので会ってくれと言われて会ったのが吉本英介でした。当時の笠置シヅ子は28歳、英介は19歳でしたから、笠置シヅ子は英介とまさか恋愛関係になるとは思ってもみなかったようですね。ということで見初めたのは英介の方だったようですね。笠置シヅ子のファンだったというところから始まっています。しかしその後恋愛関係に発展してきます。出会って1年半後の1944年には2人はお互いを恋愛対象として見るようになりました。しかし英介は結核にかかってしまいます。この頃から体調を崩していったのかもしれないですね。翌年5月に空襲によって焼き出されたしずこと英介は、当時吉本興業の東京支配人をしていた林博隆が借りていたフランス人の家に移り同居し始めます。同棲というやつですね。そして林博隆はどうやら吉本姓の実の弟のようですね。確かに吉本姓の旧姓は林でした。そしてこの林はどうやらドラマでは坂口として描かれていくようです。しかし間もなく終戦となり、吉本興業に見つからないよう2人は同居を解消。同居期間は数ヶ月と短かったようです。終戦後英介は早稲田大学を中退し、吉本興業の東京支社で働き出します。一方しずこは芸能活動に復帰しましたが、吉本に見つからないように2人は交際を続けていたようです。というのも英介は吉本興業の後継者で、吉本姓が2人の交際や結婚に反対すると思っていたから。実際吉本姓は反対していたようですね。解任と死別です。笠置シヅ子が英介と会ったのが最後となるのは1946年6月。英介が資産整理のため帰還することとなり、琵琶湖まで見送った時のようですね。その直後の10月に笠置シヅ子は自身の妊娠に気がついたようです。笠置シヅ子は結婚したら芸能界を引退することを決意し、2人の家を購入しようと考えながら英介が戻ってくるのを待っていました。しかし体調を崩したという報告があった後、英介はいつまでたっても戻ってこず、1947年5月に入り危篤となり、5月19日に25歳の若さで他界してしまいます。英介は子供のための貯金と、男なら英蔵、女なら英子と名付けるように遺言を残しており、娘だったので笠置シヅ子は遺言通り英子と名付けたようです。皮肉にも英介との死別という苦境がやがて東京ブギウギ誕生へとつながっていきます。吉本姓や林博隆からは自分が育てようかとシヅ子に提案しますが、シヅ子は自分で育てる決意をします。そして娘英子を抱えて未婚の母となったしずこはいつまでも泣いていられないと奮起します。我が子を育てるためにも芸能界復帰を決意し、服部良一に自分にふさわしい歌を作ってほしいとお願いしました。服部良一も苦境を吹き飛ばす歌を作り、再起の場を作ろうと決心します。そして生まれたのが希代の大ヒット曲となる東京ブギウギでした。はい、それではまとめますと、村山愛助の史実のモデルは吉本興業の創業者である吉本吉兵衛と生徒の間に授かった次男の吉本英介であるということですね。当時早稲田大学の学生だった英介は笠置シヅ子のファンで、戦時中笠置シヅ子の名古屋での興行先で英介との初対面となります。1年後に2人は恋に落ち、
吉本興業に見つからないように交際を始めます。終戦となり英介は大学を中退し吉本の東京支社で働くようになります。笠木静子が英介と最後に会ったのは英介が資産整理のため帰還する際に琵琶湖まで送っていった時、その直後に笠木静子は自身の妊娠に気がつきますが、その半年後に英介は帰らぬ人となり、静子は未婚の母となります。静子は娘英子を一人で育てようと決意し、いつまでも泣いていられない、芸能界復帰に自身にふさわしい曲を作ってほしいと服部良一に依頼してできた曲が東京ブギウギでした。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。